皆様こんにちは。今回は Google ドキュメントで WordPress の下書きを作成できるアドオン WordPress.com for Google ドキュメントをご紹介させていただきます。 WordPress がデスクトップ版 Google ドキュメント用のアドオン WordPress.com for Google ドキュメントを3月上旬にリリースし、 Google ドキュメントで入力したテキストを WordPress の下書きとしてダイレクトに保存できるようになりました。WordPress.com for Google ドキュメントは WordPress.com で作成したサイトか、サーバーにインストールして運用している WordPress サイトにプラグインのジェットパックをインストールして、ジェットパック連携を設定している場合に利用することができます。またインストール型の WordPress サイトの場合はジェットパックの設定で JSON API のスイッチを事前にオンにしておくことが必要です。WordPress.com for Google ドキュメントは Chrome Web Store か Google ドキュメントのアドオンからインストールすることができます。インストールが完了したら Google ドキュメントで新規ファイルを開き、アドオンに表示される WordPress.com for Google ドキュメントから Open をクリックします。すると画面右側に WordPress.com for Google ドキュメントのバーが表示されるので、その中にあるオーソライズをクリックします。次に表示される画面から WordPress アカウントでログインをし、さらに WordPress.com に登録しているサイトか、もしくは Jetpack に連携しているサイトを選択して、そのサイトの管理者ログインを行うことで連携の設定が完了します。一度連携を行っておけば以後は連携不要です。この状態で新規に作成する Google ドキュメントファイルを WordPress の一つの記事として下書き連携することができるようになります。下書きを入力しセーブドラフトをクリックすれば WordPress に下書きとしてアップロードされます。このアップロードは Google ドキュメントの下書きで挿入した画像も自動で行われます。また一度アップロードした後に改めて Google ドキュメントを編集しアップデートドラフトをクリックすることで、編集された下書きがワードプレスにも反映されます。ワードプレス for Google ドキュメントは若干設定がややこしくはありますが、これまで Google ドキュメントでブログ記事などの下書きを作成してコピー&ペーストしていた方にとってはありがたいアドオンになるかと思います。また Google ドキュメントで下書きを作成できるということは、複数人で同時に下書きの編集を行うこともできるので、そういった運用を希望されている方にも役立ちます。ぜひ参考にしてみてください。以上、 Google ドキュメントで WordPress の下書きを作成できるアドオン WordPress.com for Google ドキュメントのご紹介でした。